トップを狙え。ネクストジェネレーションはガイナックスの OVA 作品トップを狙えのスピンオフとして発表されたメディアミックス作品。漫画、小説作品の媒体で展開された。本編最終話において高屋の子たちトップ部隊が銀河中心へ旅立ってから数百年後科学技術が衰退した地球軍と地球からシリウス星形へ移住し、 理力と呼ばれる精神エネルギーを使う技術を身につけたシリウス軍の人間同士の戦いが続く時代を描いた続編シリーズ。小説や漫画など複数の媒体で異なる年代のストーリーを展開する年代記形式だったが長らく未完のまま頓挫している。タイトルロゴがネクストといいだけ小文字なのはネクストコンピュータに由来するが作品内では特に意味はない。漫画 矢野健太郎、原作、岡田敏夫、協力、山口博士。コミックガンバスター一巻に、プロローグが掲載された後、バンダイ出版家、サイバーコミックスのナンバー011から022で連載された。全8話。舞台は、西暦2489から2499年、九年ネクストジェネレーションの第一シリーズ。本来は、 タンホイザー編として開始されたが、連載打ち切りにより、プロット中盤のアレクシオン発信で終了となったため、単行本収録時に現在のサブタイトルとなる。2011年から J コミで全編が無料掲載された。2020年現在も公開されている。登場人物書籍情報1991年9月。 発売 ISBN978 から48億9189万1480万が、相馬、達也、原作、ゲイナックス、渡辺真理、夫兄弟、コンプティークにて1989年から連載された。全17話。舞台は、西暦2489年、グレートアトラクター編とされる。2007年3月に、上下巻で、 初の単行本化が実現したが、初版の事情から、未だ完結部分の原稿は執筆、収録されておらず、下巻収録のインタビュー中で、ラストシーンの内容が語られるという形式をとっている。初期の構想では、ノリコの地球帰還後の話となっていた。登場人物書籍情報2007年3月27日。 発売 ISBN978 から48億4023万78262007年3月27日発売 ISBN978 から48億4023万8304作者園、さきる、表紙イラスト、三木本春彦、本文イラスト、山吹昭馬、ま、メカデザイン、今南に 1990年に強文社より刊行された。舞台は、西暦2103年。シリーズの中では最も OVA 本編に近い時代を舞台としており、現時点で唯一完結を果たした作品でもある。後にムックボン、トップを狙え、ネクスト・ジェネレーション・イースターにも過失修正を施して、再録された。登場人物書籍情報1990年7月。 発売 ISBN978 から47億6691万2319トップを狙えネクストジェネレーションの台でコンプティーク市場の読者参加ゲームの続編が行われた銀河連邦 vs シリウス同盟の対戦を題材としているゲームの途中において銀河連邦の第一艦隊にはエクセディオン級発掘戦艦がそして シリウス同盟の第一艦隊には、マンダラ級大戦艦がそれぞれ加わるイベントが起きた。だが、銀河連邦は、シリウス同盟の要塞を破壊するために、フェルディオンを自沈させブラックホールを作り、それによって目論ろみ通り要塞を破壊したものの、ブラックホールと履力の相互作用で連邦側も、同盟側も重要な注意の行き来ができなく、なったという形でこのゲームは終了となった。 ネクストジェネレーションで登場したメカについて解説するトップを狙えネクストジェネレーション発信戦艦アレクシオン編単行本一巻後書き赤松県矢野健太郎先生のトップを狙えネクストジェネレーション発掘戦艦アレクシオン編を公開しました2021年3月26日閲覧漫画 Z 漫画図書館 Z で最近よく読まれている作品はトップを狙え。ネクストジェネレーション発掘戦艦。アレクシオン編です。無料で全巻をお楽しみいただけます。親指を上げたて、キラキラ、あなたもぜひ読んでみてくださいね。目がハートの顔、漫画無料漫画。Twitter より2021年3月26日、閲覧。トップを狙え。ネクストジェネレーション発掘戦艦。 アレクシオン編、漫画図書館 ZJ コミ、2021年3月26日閲覧、トップを狙え、ネクストジェネレーション発信戦艦、アレクシオン編収録、トップを狙え、科学講座より、ありがとうございます。